皆さんこんにちは。今回は高くジャンプするために、どのようなトレーニングをしたらよいのかということを、ご紹介していきたいと思います。通常高くジャンプするために、必要な、筋力を鍛える、例えばスクワットなどの動作で高く飛ぶための、筋力を鍛える。でもそれはあくまでもベースの部分、基礎的な部分であって、この筋力を高く飛ぶための動きにつなげていかないと高く飛ぶことはできません。ですので今回はその高く飛ぶためにどのようにこう体を使って飛んだらいいのかということをご紹介していきたいと思います。では高くジャンプするためにどのように体を使えばいいのかということなんですが、非常に多くの現場で見るこうジャンプ動作を見てみますと、足の力だけで飛ぼうとしてシーンを非常に多く目にします。その時に腕も全然使えずに足の力だけで飛ぼうとしてしまう。これだとなかなか大きな力をもらって高く飛ぶことができません。ではどのように体を使っていったら大きなエネルギーをもらって高く飛ぶか。着地の瞬間にですね、股関節を伸展している、体を一直線するんですね。そうするとこの着地したエネルギーを全部受け取ってジャンプの力に変えることができます。この股関節の伸展がなく足の動きだけで飛ぼうとするとなかなか地面からの力をうまく受け取れないので、着地の瞬間に股関節をぐっと伸ばします。で体を一直線にして地面を押した力を全部受け取っていきます。と同時に足の下半身の動きだけではなく、この動作に腕の力を使っていきます。ですのでこの着地の瞬間に股関節を伸ばし、それと同時に腕を合わせていく、この動作、2つの動作が連動することによって高く飛ぶことができるようになります。まずは着地と同時に股関節を伸展して体を一直線にしておいて、できるだけ大きなエネルギーをもらうと同時に腕の振りを合わせることによって高いジャンプをしていくという動きです。では着地の瞬間に股関節を伸展させて、より大きなエネルギーをもらうために、この伸展させる感覚を習得しやすいトレーニングを一つご紹介したいと思います。はい、では接地の瞬間に股関節を伸展させる感覚をつかむために、このように壁の手前でジャンプ動作を行います。この壁の手前で飛ぶわけですね。その際に足の力だけで飛ぼうとすると膝が出てしまうので、それを抑制するためにも壁ギリギリで設置します。でその瞬間に股関節を伸展させて上方向にできるだけ大きなエネルギーを受け取ります。そしてこの股関節の伸展動作と腕の振りを連動させて飛びます。足の力に頼ろうとすると壁にぶつかりますので、それに気をつけながら こうすることによって、股関節の伸展の感覚をつかみやすくなるのではないかと